注意、この動画には刺激の強い表現が含まれています。説明しよう。デスソースとは、地球上で最も辛い調味料の一つである。説明しよう。デスソースクッキングとは、そんなデスソースを美味しく食べる方法を模索する試みである。なお、デスソースなしでも美味しく作ることは可能である。This is デスソースクッキング from Japan。今回は、イカとブロッコリーの炒め物。マヨネーズ、ケチャップ、デスソースで作ったソースに絡めます。簡単にできるので、お弁当にもおすすめです。まずは、材料の下ごしらえです。ブロッコリー、一口大にカットします。タッパーに移して、料理酒、投入します。タッパーの蓋をして、電子レンジで加熱します。玉ねぎ、皮を剥いたら、縦に真っ二つ。一口大にカットします。イカ、冷凍のものを使用しました。調理する半日前には、冷蔵庫に移して自然解凍させましょう。イカ、一口大にカットします。続いて、ソースを作ります。マヨネーズ、ケチャップ、ハレバ、カレー粉、そして、デスソース。本当に刺激の強い調味料なので、数滴垂らせば十分です。しっかり混ぜ合わせたら、ソースの準備、完了です。ここから、本調理に入ります。フライパンに、マヨネーズ、ひきます。イカ、投入します。続いて、玉ねぎ、投入します。イカ、焼き目がついたら、ブロッコリー、投入します。続いて、ソース、投入します。具材に、しっかりと絡めます。味見して、味を整えれば、炒め物、出来上がり。盛り付けていきましょう。まずは、ご飯。続いて、炒め物。パセリ、プチトマトで飾り付ければ、お弁当の完成です。行ってきます。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。